皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、大阪教育大学の木原です。まず、各地からお集まりの学校の先生方、女性、本当におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。え、皆さんがここにいらっしゃるのは、申請書に本年度の実践研究について良いプランをですね。あの作っておられるから選ばれて、ここにいらっしゃいます。 ですからもう皆さんの実力はある程度保証されているわけですけれどもそれを一層充実させていただくために私なりに皆さんにいくつかの投げかけをしたいというふうに思いますその中のいくつかはもうすでに皆さんおやりになっていることだというふうにも思いますけれどももし一つでも二つでもですねこれもやってみようと思うものがあればそれを吸収していただければ幸いです。 短い時間ですけれどもいくつかの皆さんに対する投げかけをこれからやらせていただきます。最初は実践研究の充実とは何かということについて私なりの考えを皆さんに投げかけてみます。例えば結果としての子どもたちの学力が高まるということなのかあるいはびっくりするほどオリジナリティのある実践が生まれるということなのか発表会 とといったたようなことをしたら何千人も人が集まるということなのかそれらは確かに充実のある種の表れかもしれませんけれども私は長くこの実践研究助成を頑張る学校に関わっていて最も大事なことはこれ以前の問題として例えばこんな風景が生まれることこれは特別研究指定校だった春日小中学校今日も選ばれてきていらっしゃいますけどで 音楽の先生と英語の先生がですねタイアップして合格的授業をなさるという様子でした。これはある学校橋場小学校というところですけれどもなんかみんなで読んでますけど前年度末にですね作った事例集というのを読み合って過去の先生の努力と対話している先生方の様子であります。これは かつてやはり特別研究指定校でありその前に一般研究助成校でもあった広島県三好市立三輪小学校というところでこの学校の研究推進リーダーの教師がこの三好市の他の小中学校の研究主任と同校の取り組みについてコミュニケーションを繰り広げているところであります。ここれれら何かか共通するるるキーワーワドがああでしょうか私はこれはある種の 先生方のの学び合いといいとととううことの表れであるというふうに思います単的に言えば実践研究情勢が充実しているとは学校の中の先生方同士あるいは学校の先生方と例えば他の学校の先生方例えばその学校を管理している教育委員会のスタッフの方々と新しいアイデアを一緒に創造するという関係性が生まれあるいは強まっているということではないかと思います。 ではどういう時にその学び合いというものが生まれていくと言えるでしょうか。よく授業研究をやった時にこのような参加型とかワークショップ型と言われる先生方の共同作業のようなもの何か一つの授業を見てみんなでいろいろと書き出してみてこれを多分多くの学校ではもうおやりになっていると思うんですね。 これがどうすれば継続し発展するかということであると言い直してもいいのかもしれません実践研究助成の充実とはある日ある授業を見てみんなでワイワイと意見を出し合うということは学び合いのシンボル的存在ではあるけれどもそれが全てではないその全てではないところができることが選ばれしここにいらっしゃる実践研究助成の助成校ではないかというふうに思います。 もう少し具体的に言います。この四つの視点について考えていただきたいということに他なりません。誰と学び合っているのか、何を学び合っているのか、どのようなスタイルで学び合いが食い広げられているのか、そしてそれをいかにして続けておられるかということです。 ちょっと書き取っていらっしゃるんですが時間の加減で先に進ませていただきます。これ何か後でアップされるというふうに聞いていますので今はスクリーンの方にご注目いただければ幸いです。まず誰とっていう点です。これは一つこういうふうに言いましょう。多様なパートナーと学び合いができるということが望まれる。例えば同じ学年や同じ教科の先生方っていう基本に加えて異なる経験とか えっと例えば若手の先生中堅の先生ベテランの先生でコミュニケーションを図る時がある授業づくりについてそうかと思うと同じ若手の先生だけで語り合うという瞬間もあるといった学びのパートナーの,その違いというかさまざまな形というのが取れている学校ほど学び合いが充実するのではないだろうか時には専門部会といったようなものも作られるといいかもしれません。これは 尼崎市にあるある小学校の授業研究の風景なのですが見ていただきたいと思いますけどこの方がある先生方と一つの授業について語っているんですけど次の瞬間相手を変えて同じことをやっていますいわゆるワールドカフェ形式という競技によって一つの授業について語り合うパートナーの二重三重のバリエーションを持っているということになります。 例えばもう少し大きい研究の組織ということであるとこれはちょっともうすでにそういうものを作っておられてこれからは変えにくいということが皆さんの学校にはあるかもしれませんがあえて言っておくとえ滋賀県は彦根市の中学校のかつての様子なんですけれども教科のチームをあえて崩してこういうキーワードの研究推進上の視点を定めそれにこの指止まれ形式で先生方が属して。 授業作りのアイディアについて強化を超えて共有化を図るということの促進を進進め促進をやっていました続いて何をという点でありますこれはもう言うまでもなく研究テーマに即してということなのですけれどもそれについてある先生はうまくてある先生はそれが上手にできないという図式を取るのではなくて 誰もがこの研究テーマに対して自分なりのアイデアを持っておりそれを等しく共有するのだという捉え方で進めていただきたいということでありますもう少し具体的な絵で示させていただきますこれ大阪市のある中学校の研究授業をいくつか並行してやっている下の写真の様子ですけれどもこれえっと全部写ってないので五つぐらいの授業を並行して この中学校ではおやりになっているんですけれどもまあその一つを見たこの先生がこの方のしゃえっと失礼英語科の授業をご覧になっ外国語科の授業をご覧になったんですけれどもまあそれを見てこの人の授業のここが良かったっていうふうに第三者として意見を述べるだけではなくてその中からあるいはこの授業をめぐって他の先生が 提した意見の中からじゃあ私もこの英語の授業の最初にフラッシュ型教材を使って復習していたことを自分の社会科の授業でもできると思いますから明日からとか来週から試みてみたいと思いますという宣言をしています。当事者意識を持つというか自分のこととして捉えるというかそういうことを競技の過程で行うというタイムを この学校はああえてて持っているわけでありますそれぞれの先生の胸の中でその自然に進むということもあっていいと思うんですけどあえてそういうこの学校と私で決めた自分化タイムといいますけどそういうあの時間設定をすることで学び合いの様子が変わってきたということを皆さんに少し訴えてみたいというふうに思います。 そういういこととを書き残していくといくう学校もありますこれ三重県のとある小学校なんですけどちょっと前の方は文字が見えるでしょうか「私たちの自分化宣言」というタイトルがついているんですけれどもそれぞれの先生が先ほど大阪市の中学校で行ったのと同じような取り組みというのを発表ではなくて書いて残してずっと見える形にしておくという取り組みを環境としておやりになっています。 まあるいは過去自分が書いたものと今回書いたものとを並べて考えてみるということも可能になるでしょうか。まあ、いずれにしても何をっていうときに正しいか正しくないかじゃなくてさまざまな可能性について議論をしているかどうか、まあ、そういうその授業づくりについてのコミュニケーションの風景になっているかどうか皆さんの学校のもの 点検していいただければ幸いですではどのようにしてっていうことなんですけどこれはもう先ほどのパートで少し踏み込んでいますもう一言で言うと書いてっていてとうことでありますパナソニック教育財団もなんだか皆さんの学校にですねたくさん書くことを求めていますけれどもこれは大変ですけどいいことでありますなぜならば書くことによって今の自分の様子 その学校の実践研究の進捗状況を意識せざるを得ないですし先ほども言いましたけれども書いておけばですねそれを後で見直したりあるいはつないで考えたりするということもやりやすくなりますどんなものを書けばいいのでしょうか例えばこのある大阪市の小学校では研究授業の様子ですけど研究授業のための指導案を書いて それに基づいて事業を繰り広げあとで事故権で他者から同僚からかなあれこれ言われるんですけど加えてこの人は指導者用シートとちょっと名前はあんまりそのインパクトないんですけど要するに事業研究についての一人称のレポートを書くということにしてます終わったんですよ終わったんだけどじゃあそこから何を自分は学んだのか次どうしようかということを 多分その場にいれば考えるんですけどあえて書いてレポートをしまあもう一度みんなと共有したり自分で見直すようにしているとこれ広島県のある小学校では同じような趣旨で修正指導案をまあそのすぐ後に書いておくということをやったりしているそんなあの学校にも私接したことはありますけれども終わったあと次どうするかっていうことを 早くに記しておくと多分いわゆる PDCA サイクルの CA から次の PA が非常にスピーディーあるいはダイナミックになるんじゃないでしょうかこの岡山県のとある中学校では実践レポート一人一研究レポートタイトルはちょっとこっちは凝っていて「明日のために」っていうえと名前がついてるんですけれどもそれぞれの先生が 1> 1人1ページ以上この学校のの研究テーマこの時には表現力の育成ということでしたがそれに即してそれぞれの楽器にどういうことを狙ったのか何をやったのかそれは一体どのような様子だったのかそこから何を考え次にどうしようと思ったのかっていうことを同じ見出しでですねレポートを書くということになっています。この学校ちょっと大きななサイズなので 1> 1回のレポーート集が30数ページになりそれらを並べてみると自分に次できることだとかあるいはあの考えてもなかった新しいアイデアというのをそこから吸収することができるように思います三重県の小中学校では大変研修頼りというのが盛んでえつまりここにいらっしゃっているような方々が そのの学校の実践研究について何ていうんうかちょっと俯瞰的にですね今こんなことをやっていてよかったですねとか次こういうことをしませんかとか他校ではこんなことにも取り組んでいらっしゃいますねといったようなことの、まあ、情報交換の舞台としてあるいはエンパワーメントのツールとして書くことを大事にしていらっしゃると思います。皆さんんの学校でではどううししょうかこれも熟しててくくくると一人が書くんじゃなくて 何人かで分担して書いていくだとか、いろんな発展形あるんですけれども、まあリーダーとして書くべきことというのが多分あると思うんです。手にいれればリーダーグループで書くっていうことかな。えこれらは例に過ぎません。パナソニック教育財団も皆さんに求めているように書くことをしっかりする、また多様化していくということによって実践研究の見え方あるいは 次への取り組み方の可能性というのが自覚できるんではないでしょうか最後に誰とっていう点について、えー、あ失礼しましたどのように続けていくかということについて2つお話をしたいというふうに思っています1つ目は PDCA サイクルを多元化しませんかということであります2つ目は研究のためのネットワークこれは誰と というときにもう少し言及したのですけれども要するに学校外のさまざまな関係者とどう結ばれるかということでありますえ一つ目の PDCA サイクルということについては図式化すればこういうことになるかと思います1年間プランがあってやってみてで年度末に確かめてみて次どうしようかと考えるっていうのが学校のその 先生方の学びの基本のラインかと思いますけれどもそれを途中でも短くチェックしましょうということですね今日も P をチェックするんですよねそういう機会だというふうに先ほど定義されましたけれどもつまりはこの小さいサイズの PDCA というのをどのように設定しているかということなんですけど多分ある程度は皆さんの学校でやってるんですからやってるでしょうから私がここで皆さんに投げかけたいことは そのやり方でありますズバリこういうことしませんかっていう好事例を投げかけておきたいと思いますがこれ神戸市のあるちょっと大きめのサイズの学校ですね、えー、クラス数が30に近かったと思うんですけれどもその学校でやっぱりやってることっていうのがなかなか学年を超えてあるいは部会を超えて見えにくいということで研究テーマに即して それぞれの先生が1学期間取り組んだ実践の自分なりのベストなものをちょっとしたポスターに直してずらりと並べてみると40に近い数のポスターができますそうすると同じ学年の先生で一緒にやろうと言ってたんだけどちょっと違うことやってるなとかあるいは全然話もしなかったのにこれは大事だなと思うところはつながっていたなとか。 そういうういい全体のの景色というのが見えてきました。で、その中からじゃあこの先生のこれを私もやってみようという先ほどの自分化も進んだというふうに思いますそのずらりと席を同じくして並んで意見ありませんかっていうチェックアクションではなくて具体的な実践を出し合い並べてみる比べてみるその中から自,自他の関係性を捉えると。 いうことをやれると最もですね私としては実践研究にふさわしい CA ができるんじゃないかというふうに思います。ちょっとこれは急には無理かもしれませんけれども高知市の小学校に行ったときにその学校実践研究の発展というのを確認できるんですけど話を聞いてみるとまあこの学校では中期計画が当たり前で二十七年度二十八年度二十九年度 3年間でどうしようという少し大きめなサイズのプランがありだからじゃあもし可能であれば皆さんも今年度28年度の前何やったのか29年度どうしようかっていう少し長いスパンの中で今年度何をやるべきかということについて再確認をなさるといいと思います。 これがいかにして続けるかの一つ目の話なんですけどですからチェックを多元化しようということになりますねもう一つは研究推進のパートナーをあるいはサポーターを学校の外に何重にも見つけようということでありますパナソニック教育研究財団の助成を受けた学校が助成期間が終わった後どのようにしてそれを継続発展させているかということについて我々 確かめたことがあるんですけれどもそうするとちょっと細かい点も言う時間がないんですけどこうした整理がついたということが言えますすなわちいくつかの重要な視点があるんですけれども最も発展の度合いをその表すものはこれであったということであります学校と学校外組織とのネットワークの構築具体的にはどういうことでしょうかこれは 京都のとある小学校のケースですけれどもある学校の校内研修で一年生の先生が研究授業をやっています何とかたくさんの先生が見ています校内の先生が半分ぐらい同じ数の人たちが京都府総合教育センターの行政研修の一環として事業研究推進を担当するリーダーのための研修と いうのに属している方々がその校内研に参画なさったからでありますつまり校内研修であり行政研修でありという瞬間がこの風景でありますそのことによって例えばこういうワークショップ型での協議をしていてもそうじゃないやり方をして校内で出てくるアイデアとは違った可能性というのを例えば高校の国語の先生から示唆していただくと いうようよなことがあったりしてつまりその学校の先生方で作っている一種の専門的な学びのためのコミュニティというのをなんかさらに手を広げてあるいはより立体的にしたそういう研修になったというふうに思うのです先ほど専門員がアドバイスをしに行くという仕組みを財団が今後考えていきたいというふうに提案があったかと思うんですけれどもそれもある。 そのこういうことのに関連した取り組みだというふうに思いますししかしまあそれは財団からの投げかけですから皆さんが主体的に学校の外に研究の仲間やあるいは研究についてサポートしてくれる方を見つけていくということになるとなお一層ですね先ほど言った研究実践研究というのを継続発展させる その可能性を大きくしてくれるというふうに私は思います。では最後にまとめたいと思います。よく授業作りのユニバーサルデザインという言葉があると思うんですけれども、実践研究にその取り組むときに、まあこうしておけばどんな学校でもちょっと言い過ぎかもしれませんけど、多くの学校が充実するという時の要件というものを。 文章化すするとととここういういいかなと思いますやっぱ研究のテーマというのが大事で、まあ、皆さんはそこの部分はクリアされてるからここにいらっしゃると思うんですがそれについての語り合いとか学び合いというのを1年間続けていただきたい。かテーマと違うことについて時間を多く取っちゃうとこの部分がどうもそのぐらついてしまいそうすることによって学び合いっていうのが 広いけど浅いいいいいものにななるんじゃないかとととうここされまますす続いて書くことでありますいろんな実践研究にまつわる文章を作られてそれを見える形にしそして見えるからこそ共有化できるというプロセスを何重にも強いていただくその中で皆さんはさらにじゃあこういうことの中から我々こう頑張れましたよねとかこんなふうに子どもよくなりましたよっていう 実践研究の成果をぜひピックアップなさるといいと思います。ちょっとかっこよく言うとエンパワーメントできるそういう材料を書いたものの中から探し出せるんじゃないかと思います。あとは先ほど言ったようなことでありますそういうその先生方同士のそして先生方と学校の外の方の関係性というのをピ短い PDCA サイクル長い PDCA サイクルというのも意識しながら 繰り広げていただくということでありまあそうした仲間関係はあ、先ほどちょっと言っちゃってますけれども一層多様化ネットワーク化されるといいと思いますこのあたりのこと多分もう申請書にある程度載ってらっしゃると思うんですよね今一度さらにこうしたことについてできることやれることを今日は探していただく加えていただくあるいはちょっと無理しすぎるなと思ったところは 来年度に回すということも考えていただく、そういうそのプランの見直しの視点に用いていただければ幸いです。どううもごご清聴ありがとうございました